井出寺石石被付金井出寺石出寺跡の一井出寺。あとは、京都府続き郡井出町井出にある古代寺院跡。史跡指定はされていない。出土瓦原は、京都府指定有形文化財に指定されている。文献上に見えた千葉名野市の宇治寺と推定される、遠飛下げ寺の跡地に否定する説がある。京都府南部、木津川支流の玉川右岸の貸し段球場に位置する。 奈良時代の井出町域では代表的な遺跡で文献上でのみ知られる延氷下げ寺の跡地に否定する説が挙げられている。古くから寺院移行として知られ、1922年に梅原松寺による調査が実施されたほか、2001年度以降に数字の発掘調査が実施されている。文献上の延氷下げ寺は創建はつまびらかでないものの一説には奈良時代に 立花処刑による宇治寺としての混流と推測され、平安時代の天朝十年を所見として、室町時代の下吉元年まで存続が認められる寺院になる。一方で井手寺跡は、発掘調査によれば、奈良時代の八世紀中央頃から平安時代末期までの存続が認められる寺院跡になる。中世紀の移行は認められていないものの、寺院の聖水は、 立花の氏の清水との対応を示すため、縁・日下げ寺への否定をめぐって注目される遺跡になる。立花処刑文献上の縁・日下げ寺の創建は不詳。立花処刑が立花の氏の宇治寺として創建したとする伝承があり、天平12年の聖武天皇による立花処刑の相良別行への行行記事と関連づける説もある。梅宮大社伝承として、 幸福時間無調書では、水古天皇29年に、山城の大慶王が創建して、観音寺と称されたが、その後に、立花諸景が再建したとする。また、山城国梅宮社市東会では、縁日下げ寺は、梅宮社の神宮寺であり、立花の市一族が別当職を担ったとする。この梅の宮社は、立花の市の氏神で、かつて自天神に所在したというが、 イロハーザル衣装によれば、平安時代に、立花の価値子によって、平安経営付近に移されたという。近年のイデテラートにおける発掘調査では、必ずしも、寺院の性格を、つまびらかとはしないものの、アスカ時代の意向等はなく、山城の大慶王の延期下げでら混流伝承との対応は認められない一方で、奈良時代の8世紀中央頃の意向等が検出され、 立花処刑の混流伝承とは対応することが認められている。なおかつては、文献上の延氷下げ寺の所在地について入れてる後に、否定する説の他に、木津川市加瀬山に否定する説も挙げられていた。文献上では、俗日本語期、天朝十年上に、続き軍所在の延氷下げ寺に関する記述が見える。また、高知県と佐市の少年寺では、 平安時代前期頃の作の、井出寺名本章が伝わり、当該時期の寺院の存在の師匠とされる。佐景記万寿三年上では、井出寺の衰退の様子が記述されるが、天行四年の山城国石垣僧十人東海安、山城国玉井僧ゲスタと東海によれば、当時の延期下げ寺には、木台別棟があって、分水騒論を繰り返している。また前述の永万元年の、 山城国梅の宮社市東会では、縁日下げ寺への降伏寺の応募が、立花の氏是邸の藤原元房に訴えられている。この頃までには、縁日下げ寺は、藤原頼宗の所領であったとされるが、溶和元年の、後白河院長下分案では、後白河院から新熊野社への寄進荘園の一つとして、縁日下げ寺と見える。鴨本町名の、無名章では、 井出の大臣の道に関する記述が見える。前述の書き元年の幸福寺官務長書では五つみとして記載され、本尊は千住大使で幸福寺の末寺とする。その後の変遷はつまびらかでない。江戸時代には廃絶していたと見られ、山修明石市と名所図等では旧石としてのみ記される。近代以降の井出寺後の来歴は次の通り。は、 約240メートル四方で、月地米、天落ち溝で区画される。地域内では、建物7棟の遺構が検出され、これらは、中枢的な建物と想定されるが、柄配置や各建物の性格はつまびらかでない。建物素積の一部については、明治期に、天神社との記念として一箇所に集められたことが、知られる。大正期の梅原松寺の調査では、 祖跡休校が認められ、いずれも加工岩製で火災根を有することが報告されている。またその際には、延暦15年の流兵衛宝や怪獣武道橋などの出土も認められている。また、次期体では、奈良時代、平安時代の遺構遺物が出土しているが、特に奈良時代のものが大半を占めている。出土瓦には、平城旧石、 国具跡と同伴のものが認められることから、創建期は8世紀中央頃に位置づけられる。その後は、平安時代末期頃までの遺物が出土しているが、遺構については明確な遺構は認められていない。なお現在では、出土した丸瓦、平瓦の復元品が、あずま屋の瓦に使用されている。所在地交通アクセス関連施設、周辺原点出店延期下げ寺に関するカテゴリー。 ありがとうございます。